清水エスパルスから移籍してきました八田浩平です、個人的には全試合に出場してチームとしては J2 で優勝して J1 に復帰することです。だいぶまあチームメイトともすごくコミュニケーションが取れてきて、まあ、厳しい中にもすごく楽しくて、あのいいキャンプだったり練習が遅れていると思います。まあ練習なども含めて、まあ、懐かしいなっていう思える部分もまあたくさんあったり、まあ、ただやっぱりその指導もあの自分らが練習していてすごく楽しくて、まあ、毎日がすごく充実していて、まあ、本当に、いい日々を過ごせているのかなとすごく思ってます。僕らも1年で必ず J1 に復帰できるように必死に頑張るので、熱い応援サポートをよろしくお願いします。